紅桜編。ぶっちゃけみんなもう飽きてはいないか？アニメに映画、さらには実写と、さすがに紅桜編やりすぎだろう。その上ゲームでも紅桜編の繰り返しでは、さすがに芸がない。ここは銀玉を救うため俺が一肌脱ぐしかないな。紅桜編はもう終わりだ。これからは新薬紅カツラ編で行く。仮面の赤い彗星カツラズナブルが通常の3倍の速度でアマントの戦艦を次々。違うだろう！よせ振り回すな。黙って聞いてるよ。何勝手なこと言ってんですか。あんたはあの高杉って人の野望を止めるために乗り込んできたんでしょうが。ちゃんと紅桜編続けますよ。ほら急いで。認めたくないものだな、若さゆえの過ちというもの。アニメじゃないんだからそういうのやめろ。強くなったぞ。始めるぞ。いきなり囲まれてしまったな。つらっ、てめえ今まで何してたんだ。こら、散々人に心配かけていて、エリザベスの中に入ってたのか。任せな。ふざけんのも大概にしろ。ここまで来たら最後まで付き合いますからね。つらっ、てめえ帰ったらなんかおごる。ある何か見つけたぞ。どうだ、メガマシン。てめえら引っ込んでな。向こうにも高杉の一派が。行くぞ。私スコンブ1年分と渡る世間は鬼しかいねえこの野郎 DVD 全巻ね。あ、
あと貞治の餌。僕、おつーちゃんのニューアルバムと写真集とハーゲンダッツ100個お願いします。あ、やっぱ1000個。あ、ずるいね。じゃあ私スコンブ10年分。おい、何よ。早く行けボケ。待て、お前たちに何かあったら俺は銀時に合わす顔がない。何言ってるアルコ。そのヘンテコな髪型見せて笑ってもらえ。お前ら。メガネは関係ねえだろ。銀時のやつ、いい仲間を持ったな。これで心置きなくあいつの元へ向かえる。そこで待っていろ、高杉。どうだ。てめえら、なんでだ。どうだ。カツラじゃない。腐った国を立て直す。俺が守る覚悟はできておろうな。カツラ、行きまーす。俺はもうどこにも逃げんぞ。遠慮すな、かかってこい。おい、お前、高杉はどこにいる。知らねえよ。お前の背中は俺が守る覚悟はできておろうな。俺はお前のことを決して忘れんぞ。俺はもうどこにも逃げんぞ。当たりだ。何か見つけたぞ。何か見つけたぞ。終わったぞ。おい、高杉はどこか知らん。知らない。だから見逃してくれ。なめられたものだな。遠慮するな。かかってこい。エリザベス。終わったぞ。やかましい。高杉の居場所を知っているから。高杉さんなら右甲板にいました。そうか、右甲板。どうした。もう終わった。そうれそうれ。さらば。さらば。高杉、俺はお前が嫌いだ。昔も今もな。だが仲間だと思っている。昔も今もだ。いつからたがった俺たちの道は。確かに俺たちは始まりこそ同じ場所だったかもしれねえ。だが
あの頃から俺たちは同じ場所など見ちゃいめえ。どいつもこいつも好き勝手、点でバラバラの方角を見て生きていたじゃねえか。俺はあの頃と何も変わっちゃいねえ。ズラ、俺たちに生きる世界を与えてくれたのは紛れもねえ逍遥先生だ。なのにこの世界は俺たちからあの人を奪った。だったら俺たちはこの世界に喧嘩を売るしかあるめえ。あの人を奪ったこの世界をぶっ潰すしかあるめえよ。高すぎ、俺とて何度この世界を更地に変えてやろうかと思ったか知れぬ。だがあいつがそれに耐えているのに、一番この世界を憎んでいるはずの奴が耐えているのに、俺たちに何ができる。俺にはもうこの国は壊せん。壊すにはここには大事なものができすぎた。おまんと、ズラ、聞いたぜ。お前さん、以前銀時と一緒にあの春雨相手にやらかしたらしいじゃねえか。俺はね、連中と手を結んで後ろ盾を得られねえか苦心してたんだが、おかげでうまくことが運びそうだ。お前たちの首を手土産にな。高すぎ。言ったはずだ。俺はただ壊すだけだ、この腐った世界を。やかましい。完全に包囲された。銀時たちが戦っている今、俺が守らなければこの町を。これをくれてやろう。どうだ。助けに来たぞ。取ったぞ。さらば。そうだそうだ。するな、油断したな。かかってこい。今後の俺のために剣を振るな。たわいもない。見つけた。どうした。もう終わりだ。そうね、そうね。お前の背中は俺が守る。覚悟はできておろうな。俺はもうどこにも逃げんぞ。こんなところか。何か見つけたぞ。とたわいもない。エリザベス、よくやったエリザベス。お前の背中を俺が守る覚悟はできておろうな。俺はもうどこにも逃げんぞ。どうした。もう終わりか。たわいもない。ここは俺が制圧してやる。何言ってやりゃ。どうだ。どうも、そう連中だったらしいです。何言ってやる。
これで終わりか。どんどん倒すぜ。さらば。俺が制圧したぞ。よし、こんなもんじゃな。こんなところだな。甲板にまたアマント、急がなければ。やかましい。それそれ、取ったぞ。とと出せに来たぞ。どうだ。ここは任せない。カツラじゃない。剣を振る。ズラだ。お前の背中を腕なければ俺が守る。覚悟はできておろうな。俺はお前のことを決して忘れんぞ。俺はもうどこにも逃げんぞ。どけ。俺は今虫の居所が悪いんだ。ヨウズラ、どうしたその頭。失恋でもしたか。エリザベス、お前の背中は俺が守る。覚悟はできておろうな。カツラ、行きます。俺はもうどこにも逃げんぞ。黙れ、イネチェンだ。貴様こそどうした。そのなりは爆撃でもされたか。黙っとけ、イネチェン。お前の背中は俺が守る。覚悟はできておろうな。俺はお前のことを決して忘れんぞ。俺はもうどこにも逃げんぞ。エンタ、どんなイメチェンだ。引くぞ。太陽は俺たちが守る。他愛もない。破れ銀時、こんな戦いはいい。俺はもうどこにも逃げんぞ。覚悟はできておろうな。
前のことを決して忘れんぞ。俺はもうどこにも逃げんぞ。いつぶりだろうか。さあな、忘れちまったね。あと少しだ銀時、一気に叩くぞ。よくやったエリザベス。ここは任せない。こんなところか。やかましい。銀時、潮時だ。逃げるぞ。お前、こっから逃げるってどうやって？俺に考えがある。こんなものだな。俺にかかればこんなものだ。やったぞ。よっしゃ。高すぎる。そういうことだ。俺たちは次やった時は仲間もクソも関係ねえ。全力で貴様をぶった切る。せいぜい街でばったり会わねえよ。気をつけるこった。さらば。用意周到なこって、ルパンかお前。ルパンじゃない、ズラだ。あ、間違った、カツラだ。伊達に今まで新選組の追跡をかわしてきたわけではない。しかし、まさか奴もこいつを持っていたとはな。始まりはみんな同じだった。なのに随分と遠くへ離れてしまったものだな。銀時、お前も覚えているか、こいつを。ああ、ラーメンこぼして捨てた。